海高,海高海洋は日本海軍の航空母艦、貨客船アルゼンチナ丸を日本海軍が徴用及び毎週最終的に軽空母へ改造した艦艇である。軍艦航空母艦、海高海洋の前身は大阪商船所属のアルゼンチナ丸級貨客船一番船アルゼンチナ丸である。1941年 昭和16年9月、アルゼンチナマルは日本海軍に徴用された。太平洋戦争開戦後の1942年、昭和17年5月1日、姉妹戦2隻、アルゼンチナマル、ブラジルガンは特設運送船となった。同年6月上旬のミッドウェイ海戦で日本海軍は主力空母4隻を一挙に喪失、空母の補充に迫られた。その一環として、 海軍は6月30日に本級2隻アルゼンチナ丸、ブラジルガンの空母改造を決定した。ブラジルガンは改造直前に沈没。アルゼンチナ丸は同年12月9日に買収され、同月より三菱重工業長崎造船所で空母改造工事を実施した。翌1943年昭和18年11月23日に改造完成。 戦績も日本海軍に移り、軍艦海高に改名及び航空母艦へ類別変更された。本艦を含め大高型航空母艦は小型、低速のため機動部隊としての戦闘には投入できず、当初は航空機輸送任務に従事した。また海上護衛装司令部が発足すると同部隊に編入され、日本からシンガポール方面への長距離輸送、 非戦団の戦団護衛、または台湾、海南島への中距離輸送の護衛を行った。1945年、昭和20年3月中旬、海高は、呉軍港空襲で勝破する。修理後の海高は、瀬戸内海において、特攻兵器の訓練標的艦として行動した。同年7月24日、海高は、四国の佐田岬沖で嫌いに食雷して、 高校府のとなり、随伴していた、駆逐艦遊風に栄光された後、大分県の別府湾、肘頂上下海岸に格座した。7月28日の空襲により、大破、戦隊放棄に至り、終戦を迎えた。戦後、日戦サルベージの手によって、不要解体された。艦艇類別等級、別表において、大高型航空母艦に定められている。 1943年11月23日に軍艦海高海洋と命名された。他の候補官名として青い春もあった。アルゼンチナ丸は1938年昭和13年2月2日に三菱重工業長崎造船所で起工、同年12月9日浸水、1939年昭和14年5月31日に竣工した。 客船アルゼンチナ丸時代の手記は、ディーゼルエンジンで16,500馬力で21.5ノットを発揮可能だった。航空母艦への改造時に、影ウ型駆逐艦用のボイラーとタービンへ換装され、約52,000馬力で、速力23ノットに増速した。11月15日の大焼け身では16,630トン、軸馬力52,600で、 速力23.7ノットを記録している。アルゼンチナ丸は、全長約167.3メートル、幅21.6メートル、排水量12,755トンで、ニッタ丸急下客船より若干小型であった。空母改造後の基準排水量は13,600トン、講師排水量16,700トン、全長166.55メートル、 全幅21.90メートルで、日田丸化客船改造の大高型航空母艦3隻、大高、運用、沖きかより、若干小型である。飛行甲板の長さも大高型172メートルに、大使160メートルほどだった。さらに、大高型含めて、小型低速の空母であり、太平洋戦争中の艦上機を多数運用する、ことは困難であった。 カタパルトを装備した連合国軍の軽空母や護衛空母と比較して、大高型の航空機展開能力は非常に限定されていたのである。自衛武装として12.7センチメートル連装砲、戦隊後方に4機、右舷2機、左舷2機、25mm3 連装機銃を8機、右舷2機、左舷3機、完備2機、戦隊外周各部に装備した。 昭和19年中旬、両限に 25mm3 連装機銃を増備したとみられる。観光日の両限にも 12cm28、連装噴身砲あるいは30、連装対空噴身砲4機を増設した。飛行艦板上にも 25mm 単装機銃を20機ほど増備した。海高の航空機と再機数は24機、霊式艦上戦闘機18、 97式、艦上攻撃記録、補を置きなし。ただし、海高を含め大高型空母は、実戦投入には不適であることから、航空機輸送任務もしくは、戦団護衛に投入された。戦団護衛空母として行動するときには、97式艦上攻撃機を12から14機搭載。数機ずつを、戦団の周囲に2から3時間交代で飛ばし、対戦紹介を行った。 本館の輸送及び護衛任務は太平洋戦争末期に連合国軍が南方の制空権と制海権を奪取するまで続いた。発行指定席は以下の通り、日本海軍は空母の不足を補うために高速火客船建造に助成金を与え、代償として有事には特設艦船に改造する計画であった。1939年、 昭和14年6月に巡航した大阪商船所属のアルゼンチナ丸もその中の一隻であった。アルゼンチナ丸級火客船二隻、アルゼンチナ丸ブラジルガンは優秀船舶建造助成施設に基づく政府の補助を受けて南米航路の火客船として建造された。1941年昭和16年9月日本海軍に徴用される12月上旬 連合国との間に太平洋戦争が勃発。1942年昭和17年5月1日、日本海軍は姉妹船2隻アルゼンチナマル、ブラジルガンを特設運送艦と類別する。2隻とも横須賀鎮守府所艦。連合艦隊付属となる。同日府で渡辺武志中佐がアルゼンチナマル監督艦に任命された。5月下旬より、 アルゼンチナ丸92隻、アルゼンチナ丸、ブラジルガンは、兵員輸送船として、ミッドウェイ作戦に参加した、他の輸送船や、護衛の第二水雷戦隊及び同隊所属の、駆逐艦セップル等々に行動した。本海戦で、日本海軍の正規空母4隻、赤城、香賀、総流、飛竜が沈没する。海軍は、航空母艦の急速造成を行うことを決定した。 6月30日、日本海軍は昭和18年度においてある全地名丸、千歳、千代田、ブラジルガンの空母改造を決定する官房機密第8107号。ただし、ブラジルガンは同年8月5日にアメリカ海軍潜水艦グリーンリングの雷撃により撃沈されている。ミッドウェー海戦後、 横須賀に帰港していたアルゼンチナマルはアリューシャン攻略作戦に従事する。大本営はアッツ島とキスカ島の長期確保を起としており、千代田艦長指揮下の輸送部隊がミッドウェイ島占領のため編成されていた海軍陸戦隊を北方方面に輸送することになった千代田は水上戦闘機と公標的も輸送。6月28日千代田艦長 原田聡市大佐指揮下の輸送隊、水上規模艦、千代田、特設運送船、アルゼンチナ丸、第十八駆逐隊、知らぬ日、霞、荒れは、横須賀を出発する。7月4日夕刻から5日未明にかけて輸送隊は、キスカ島に到着、アルゼンチナ丸は、道東キスカ湾に入港した。だが、米潜水艦、グロンラーの襲撃により、第十八駆逐隊は、あれ号沈。 知らぬいと、霞は大破航行不能、後戦隊切断という大損害を被った。7月10日、アルゼンチナマルは、軽巡洋艦アブクマ、同日夜まで特築関連、第六駆逐隊と共に、キスカ湾を出発した。7月15日、2隻、アルゼンチナマル、デンは、横須賀に戻った。その後、アルゼンチナマルは、内地東南アジア方面で活動した。 同年12月9日、渡辺中佐、アルゼンチナ丸監督官は、横須賀陳夫婦となる。12月20日、三菱長崎で空母への改造作業に着手した。歌唱官名大戦5号艦。貨客船時代のディーゼルエンジンを、駆逐艦用の蒸気タービン機関に換装する、大工事となった。1943年、昭和18年2月、空母へ改造中の三隻。 千代田、千歳、アルゼンチナマルは、臨時に、戦時編成から除かれることになった。11月23日、工事完成。日本海軍はアルゼンチナマルを、軍艦海高、海洋と改名した。海高は大高型航空母艦に類別される。横須賀鎮守布石、連合艦隊付属、高尾義六大佐、前職、水上規模艦秋津島艦長が、 海高艦長に任命された。海高が巡航する直前の1943年、昭和18年11月15日、日本海軍は海上交通保護及び対戦相当を主任務とする海上護衛総司令部を設置した。12月15日府で、大高型空母3隻、大高、運用、海高は海上護衛総司令部部隊、付属部隊に編入された。 12月20日府で、空母、神鷹、元ドイツ化客船。12月15日竣工も、海上護衛装司令部部隊に編入された。だが、海上護衛装司令部部隊は大高型空母4隻、大高、運用、海鷹、神鷹を揃えたものの実際に活動する準備ができておらず、3隻、海鷹、神鷹、運用は、連合艦隊の指揮下に入り航空機輸送任務に、 投入された。海高の最初の任務は、第23航空船隊の南西方面、輸送任務である。1944年、昭和19年1月8日、空母2隻、上高、海高、吹雪がか宅地区間3隻、電、響き、薄雲は、シンガポールに向けない海西部を出発したが、上高の機関故障により、再起死、大分県に下白し上高は、 クレに開港され、シンガポールには三隻、クーボ、カイタカ、クチクデン、ヒビキのみが向かった。1月12日に、再起を出発後、16日にマニラへ到着した。18日に出発。21日、三隻、ウミダカ、デン、ヒビキは、シンガポールに到着した。同地で、環状攻撃機点座21機もしくは26機。 第551海軍航空隊を搭載する。天山は飛行艦班に固いましめされた。551空手系長の文字地下乗り主形隊員は、ミッドウェイ作戦時に、クレチンジュフ大号特別陸、戦隊手系長としてある全地が丸に乗船しており、下脚船時代との違いに驚いている。1月31日、三隻、海高、電、響きは、シンガポールを出発。 2月3日から4日は、タラカン、タラカン島。2月7日から8日は、パラオ滞在。2月11日に、トラック白地に到着した。直ちに、天山を陸揚げする。2月13日、海高は、トラック白地を出発する。だが本館が輸送した天山は、2月17日以降の、トラック島空襲で破壊されてしまった。三隻、海高、電、響きは、 サイパンを経由し、2月20日に、クレイへ戻った。同日府で、海高は、連合艦隊の作戦指揮下を離れる。当時、軍令部と連合艦隊は、メジュロ艦渉、マーシャル諸島を、根拠地とするアメリカ海軍機動部隊に対し、奇襲攻撃を計画していた、有作戦。日本海軍の保有空母13隻全力、大砲、3月7日、春光昇格、随格、 巡洋、飛洋、竜宝、随宝、千歳、千代田、大高、海洋、上高、海中を投入する大規模作戦である。本作戦において、大高型は各艦零戦24機を搭載予定だった。長三月下旬の海軍をツ事件で、連合艦隊司令長官、小上根一大将総難、福留茂三謀長捕虜という事態により、立ち消えとなった。 その頃、着艦訓練を終えた海高は、3月17日府で、第一海上護衛隊に編入されていた。第931海軍航空隊の97、艦航12機を海高に搭載する。海高の護衛空母としての初任務は、非57船団である。この船団はタンカー8隻と、陸軍特殊艦新州丸の合計9隻からなり、護衛艦,艦艇は7隻、空母、 海高、海防艦、エトルフ、意気、占い、守る、第8号、第9号、水雷艇、詐欺であった。4月3日午前6時、火57船団は6連白地、山口県関門海峡沖合いを出撃した。4月16日、シンガポール、湘南に到着する。改めて火58船団となり、5隻、海高、エトルフ、意気、占い、守る、 第9号解防艦は、加入船舶7隻を護衛して4月21日に湘南を出発した。4月24日、海高搭載の97式艦航がアメリカ潜水艦ロバローを爆撃し被害を与えた。5月3日、文字に帰還した。海高は瀬戸内海海港後、呉海軍交渉で入居して修理を行う。5月下旬。 海高は2回目の戦団護衛任務に従事する。五月十九日、第七護衛戦団司令官、松山工事少将はカトリ型練習寿命館三番館、カシーニ上館、クーボ、カイタカ、カイボアワジ、セブリ、部号、クセンテイ号、不設庭園、陸軍特殊艦新州丸という総戦十一隻から、なる、団を指揮して、日本本土、 北九州も事故を出撃、シンガポールへ向かった。北岸島沖合を航行中の6月2日午前2時45分、米潜水艦ギターロの乱撃で、解剖艦淡路が沈没した。続いて、回避行動中に、下脚船有馬山丸と新マ丸が衝突する。新マ丸は、搭載爆雷の誘爆で大破。火心は新マ丸を台湾キールン島で栄光した。 6月11日、12日とも、日65戦団はシンガポールに到着した。日の日66戦団、軍艦、カシー、海高、解剖艦、センブリ、7号、11号、護衛対象4隻は6月17日にシンガポールを出発する。損傷艦なく6月26日に、文字へ帰還した。7月上旬、2隻、カシ海高は、 クレ海軍交渉で修理を行う。7月中旬、海高はフィリピンへの輸送作戦に参加した。文字出港の日69戦団に加わる。同行する空母3隻、大高、海高、神高の打ちた戦勝回帰を搭載していたのは、神高のみである、神高雷電を輸送。大高と海高は、航空機輸送艦として、零1 9 5機、艦爆水星1機、 観光天山5機、極地戦闘機雷電10機、夜間戦闘機結構9機を輸送した。記録19戦団機関は、練習順洋艦化し、指揮官、第5護衛戦団司令官吉富節三少将、護衛部隊は6隻、加シ上神高、千ンブ佐渡、第7号解剖艦、第17号解剖艦であった。7月13日から14日、 ヒ六十九戦団は北九州を出撃する。七月十八日、第十七号解防艦が、米潜水艦、タイルフィッシュ、あるいはガードフィッシュの来撃で中破、高尾市、台湾に開港された。他に、被害はなく、二十日にマニラ、フィリピン到着。ここで輸送用航空機を陸揚げした大高と海高は、上高と分離する。高は、戦団として、 シンガポールに向かった。大鷹は、紀六十八戦団として帰討した。一方、海鷹は、守れ一戦団、空母、海鷹、輸送船、浅間丸、五国丸、護衛艦,艦艇,艇、駆逐艦秋風、第三十駆逐隊、駆逐艦初下、第二十一駆逐隊、総海艇二十八号、駆逐艦津賀として、七月二十五日にマニラを出発する。 27日、マモレイチ船団は、高尾、台湾に到着した。ここで、秋風は、マニラへ戻った。マニラ滞在中の7月29日、高尾大佐、海高官長は、クレチンジュ夫婦となる。北村正幸大佐は、臨時会高官長に任命された。7月31日、マモレイチ船団は、高尾を出発。公開中の8月1日、 有田雄造大佐は、海高艦長に捕食される。8月3日、戦団は、九州に到着。海高は、呉に到着。機関故障修理のため、直ちに、呉海軍交渉に入居した。8月から10月中旬にかけて、呉海軍交渉で整備と修理に従事した。10月17日、海高は、連合艦隊の指揮下に入る。空母2隻、流砲。 海高は台湾沖航空戦に伴って損害を受けた高雄市、台湾の航空省や各航空部隊向けの資材を輸送することになった。部隊指揮官は有田雄三大佐、海高艦長。10月25日、緊急輸送部隊、空母、海高、龍宝、松ヶ宅地区艦、桃、梅、もみ、かは、佐世保を出撃する。27日、 キールンに到着。物資を揚陸し、キロはアルコールや砂糖、燃料用を積載した。30日、キールンを出発する。11月1日から2日、艦隊は無事に内地に到着した。各艦はそれぞれ現体に復帰する。11月21日まで、海高は、呉海軍交渉で修理と整備を行う。11月下旬、海高は、 最後の護衛任務に従事する。11月25日、北九州を出撃。護衛艦,艦艇、空母、海鷹、駆逐艦、夕月、月、日の木、もみ、かや、海防艦、第25号、第35号、第63号、第64号、第207号、貨物船5隻とタンカー3隻、他2隻からなる日83船団を護衛して、シンガポールに向かった。 11月30日、第933海軍、航空隊基地物件搭載の第30駆逐隊、ゆうずき、うずきは分離して、マコ市に向かう。海高含め、非83船団は、高雄市に到着した。12月1日、高雄市で、マニラ行きの駆逐艦と貨物船を分離する。12月3日朝、第64号海防艦は、米潜水艦。 パイプフィッシュに撃沈された。公開中の12月10日、海高は第1護衛艦隊に編入される。12月13日、海高含め、先83戦団はシンガポールに到着した。12月26日、日84戦団はシンガポールを出撃する。1945年、昭和20年1月4日、香港到着。翌日出発。 1>, 1月13日に文字に到着した。その後は、艦載機や燃料が枯渇してきた上に、聖会権が連合国軍に握られたこともあり、大規模戦団は運行停止に追い込まれ、海高は瀬戸内海で標的艦、目標訓練艦となった。1945年、昭和20年3月15日、有田雄三大佐、海高艦長は、 海軍水雷学校教官へ転任した。公認の海高艦長は、高田清大佐、当時、海軍運輸本部総務課長。だが、高田大佐はしばらく着任できず、引き続き、有田大佐が艦長として、指揮を取った。3月19日、アメリカ海軍機動部隊艦載機は、呉軍港、呉市を空襲する。海高は運流型航空母艦2隻、天城 カツラギの付近に停泊しており、飛行艦板を貫通した爆弾一発が海面で炸裂した。戦死者3名。重油タンクや左減機械室に浸水する被害を受けた。比較的損傷の小さかった海高は、他の残存空母、流砲、放射天城、木、カツラギのとともに、飛行艦板に植物を置くなどの偽装を行った。3月28日、クレチンジュフ護衛部隊に編入される。 4月20日、海高は連合艦隊付属となる。呉海軍交渉で入居修理を実施した。その後、伊予など、瀬戸内海西部にあって、大撃機や特攻兵器、大家、回転の目標艦、標的艦として行動した。5月15日、高田清大佐、海高艦長は呉チンジフュ述出資となる。公認の海高艦長は、大須賀周一大佐、 当時、空母放送艦長。7月18日、海高は、アメリカ軍の B-29 が、空中投下した、磁気嫌いに触れて損傷、ベップ1に引き返した。7月24日、米海軍機動部隊艦載機の空襲時も、対空砲火と回避行動によって、被害なく切り抜ける。だが夕刻になり、ベップ1を出発したところ、再び磁気いが起爆した。 火事破壊と機関部損傷により、航行不能となる。駆逐艦遊風に栄光され、翌日には、別府近郊の日出案に座礁した。7月28日、米軍機動部隊艦載機の空襲を受ける。直撃弾3発、戦死者、約20名。発電機が損傷して排水ポンプが作動せず、浸水が増大。完全に着停した。また排気ファンの停止により、 館内の環境も悪化、船体放棄に至った。8月15日、終戦の日、大須賀大佐、海鷹館長は横須賀鎮守府婦となる。同日府で海鷹は第4予備官に指定された。戦後、座礁現場で解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。